ははいこんにちはスワのキツネです、えー、すごいなんかのどかな場所ですよねじゃなくてえー、と今回はちょっと山田電器松都当社南松戸あたりに山田電機があるのでちょっと行ってきました、まあ、やっぱその広大な土地にずっとんと立ってる山田電機さんすごいっすよねここの立派な感じこれぞ地方の醍醐味と言いますねその 広大な土地に一個でっかい建物をドーンと建てるのがまあその地方の醍醐味と言いますかやっぱこれを見た瞬間すっごい興奮するんですよねで一応この山田電機気になったんでちょっと中の方入っていきます1階の方はその山田電機ではなくてまあちょっとまあいろんな店が入ってるんですよね実はあーこれはまあまあ結構すごい中は広々としててでこの「 はい、スーパーマーケットもありますとでこのスーパーマーケットのちょっと宣材コーナー見てたんですけど明らかにそのなんか業務用のなんか家庭用ではないような,なんかでっかいボトルが売ってるんですよねなんか2リットルとかそういうやつだったかなうんまあこれもチャーコメエンさすがに買わないけどねうんまあこういうのありますよとまあいろんなラインナップがあって結構た見てて楽しいです でここはまあ日本お酒コーナーですね右はつまみですけどでまあ日本酒なんですけどまあ日本酒もまあなんだかんだいろんなラインナップあって上の方には獺祭あったりとかまあ水芸もあったりとかまああとはなんかそのまあ獺祭を奪えて打つっていうね天狗の舞とかねありますとあとまああとは右の方にはちょっとえっ、ー、とカップ日本酒ですねそういったもありますと。 はい、長野県なんで長野県の日本酒はまあ専用のコーナーに設けられてます、まあ、定番のますみからあと大石館と、まあ、いろんな種類が売ってますねとはいまあそんな感じですらーといろいろちょっと見てまいりましたでちょっと僕びっくりしたのがなんとねこうサブエがあるんですよ、まあ、サブエってまあサンドイッチの定番のチェーン店なんですけど まここのサブウェイ、まあ、最近あんまり行けてないんですけどこのサブウェイのサンドイッチがす,すごいおいしくて、まあ、ちょっと久々になんか食べたくなったなって感じです。はい、ということで2階の山田電機なんですけどそのヤマダ電機とは思えないほどすげえ内装がおしゃれなんですよね。なんかもうないなんかすごいなんかモダン感っていうのがそういうのがあって俺ここ山田電機来たんだよなってぐらいなんかどっちかというとそのインテリア系のお店に近いような。 まあ一応インテリアコーナーもあるんですけどまあ雰囲気はそのインテリアのショップの感じなんですよねまあ本当にに「山田電機かお前」っていう気分になりましたああこういうのいいよねこういう生活なんかこういうテーブルとか家に置きたいわ <laughs> なんかまあインテリアからまあ家電からインテリアまで全部幅広い商品を取り扱ってる感じですね、うん、めっちゃ広いしねしねかも めっちゃ広くてなんかちょっとワクワクがワクワクばっかでしたねはいまあそんな感じでありがとうございました